香川,香川照之、香川照之、香川照之、本名同じ、1965年12月7日帯、は、日本の俳優、歌舞伎役者、及びボクシング解説者、実業家、東京都出身、身長171センチメートル、血液型は AB 型、東京大学文学部社会心理学科卒、名跡、市川中社の東大、九代目、 一川中車を名乗る。野号は沢社屋。縄文は河右衛門は,門は片派者。小ムシフトを経て、ロータスルーツ所属。東京都出身。父は歌舞伎役者の二代目、一川猿王。母は元宝塚歌劇団雪組主演娘役で女優の浜優子。子は五代目、一川段子。父方の祖父は三代目、一川段四郎。祖母は、 女優の高杉さなえ、おじは四代目、市川段志郎、おばは市川康子。母方のおばは元宝ジェンヌで、宝塚歌劇団四十七期生の浜ゆり子。1965年、母親である浜ゆう子が、NHK 大河ドラマ、大好期に、念仏踊り姉妹の姉役で出演中に、照之を見ごもり、番組を途中で降板、その年の十二月に誕生する。 両親は1968年に離婚、母に引き取られ女で一つで育てられた。小学校から行政学園に学び、東京大学に進み、1988年、文学部社会心理学科を卒業。予備高校士の林治は、東大の同期である。また、文教区長の成沢博士治は、行政高校の同期。1989年、 NHK 大河ドラマ、春日局での小早川秀明役で俳優デビューする。また、この時期の代表作にオリジナルビデオ作品、静かなるドンシリーズや、打ち切りで完結しなかったものの、野望の国、嵐の章では、武士に憧れる町人上がりの海援隊大使、近藤長次郎を熱演している。その後は、橋田菅子脚本作品などのテレビドラマが活動の中心であったが、犬。 走るドッグレースや独立少年合唱団2002年のカンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した中国映画鬼垣等の映画作品への出演で徐々に知名度が高まったさらに NHK 大河ドラマ年家と松香が百万国物語で演じた豊臣秀吉役で一般的にもその存在が広く知られるようになった2004年 中国映画での準主演で東京国際映画祭男優賞を受賞し同じく主演女優賞に輝いた寺島忍と話題の中心となる。テレビドラマでは連続テレビ小説上半期の天下に出演した。私生活では1月16日に長男正明が誕生した。2006年にはスタジオジブリのアニメーション映画ゲド戦記で 人狩りを制御とする雲の部下のうさぎ役で、声優に初挑戦した。2010年3月、剣岳天の木で、日本アカデミー賞最優秀女演団優勝を受賞した。カンヌ国際映画祭へ3度、出演作品は2度の受賞。ベルリン国際映画祭にも昇平、出演作品受賞されている。愛称はドカベン。2011年9月27日、 香川が九代目、市川中社を襲名して、歌舞伎俳優に進出し、2012年6月に模様される、六月大歌舞伎に出演することが発表された。八代目まで野号は立花屋だったが、香川が襲名する九代目からは、特別に縁之助の野号と同じ沢社屋を名乗る。また、同時に、ジップの三代目、市川縁之助が二代目、市川縁王。 重帝の二代目、市川亀次郎が四代目、市川猿之助をそれぞれ襲名し、長男、正明が五代目、市川断子として、歌舞伎界にデビューすることも発表された。なお、特例により、香川照之の名で引き続き芸能活動することを許され、俳優業では、香川照之、歌舞伎では、市川中社の二つの名前を使い分けることとされた。きっかけとなったのは、 父、三代目猿之助との和解と、何よりも、正明の誕生だった。歌舞伎の家に生まれたことで、猿之助の名前は百四十年続く。正明という長男がいて、この船に乗らないわけにはいかないとの思いを強くした、と語っている。2012年3月、襲明公演の演目と配役を発表された。新橋演舞場六月大歌舞伎では、オグリスの長兵衛の長兵衛。 スーパー歌舞伎三代猿之助四十八戦のうち、大和武のみかど。新橋演舞場七月大歌舞伎では、スーパー歌舞伎三代猿之助四十八戦のうち、大和武のみかど、将軍江戸猿の山岡哲太郎である。もともと俳優になるつもりはなく、TBS の緑山スタジオで数ヶ月、AD のアルバイトをしていた。連日、怒られ投資だったが、後輩として入ってきた。 新米 AD には、でかい顔をして、かなり王兵に弁当乗り方などを教えていたという。その人物が、後の映画監督の行邸君で、その後、監督と俳優として起用された際に、きっちりと復讐されたと語っている。その後は、親が俳優だったことや他にやりたいこともなかったため、親の七光を利用しない手はないとの消去法で、この道を選んだという。また、 デビュー当時を振り返って、両親のネームバリューと、東大出身という経歴ばかりが、クローズアップされていたことに対して、不尊な態度をとり、批判の的となることも少なくなかった。20代の頃は、なんとなく、俳優を続けていたが、静かなる、ドンの撮影時、監督の鹿島つから100回 NG を出され、それ以来、真剣に演技に向き合うようになった、と語っている。 2009年、南京事件を題材にした、ジョン・ラーベ南京のシンドラー、現代、ジョン・ラベに、昭和天皇の王子、朝香宮鳩彦を役で出演。皇族としての役柄を演じる経緯や、国際的な政治問題に言及するコメントが、事件の評価や発生そのものに異議を唱える、国内右派を中心に物議を醸したが、他方ではこの姿勢を評価されて、同年4月28日、 中国北京において同映画制作を記念するラーベ平和賞の第1回受賞者にも選ばれた。NHK スペシャルドラマ坂の上の雲の出演に臨み、結核と脊椎カリエスに侵された正岡オカ役を演じるため、食事制限やランニングなどで5ヶ月間で 15kg 以上減量した。2013年に大ヒットしたドラマ半沢直樹では、 主人公のライバル、大和田常務役を演じ高い評価を受ける。また、雑誌、キネマ淳報には、コラム、日本魅力を連載しており、撮影現場での共演者の素顔やエピソード、俳優論や様々な作品についての考察などを取り上げている。このコラムは2006年のキネマ淳報読者賞を受賞した。熱狂的なボクシングファンである。きっかけは、少年時代に、 試試験陽光の試合を見たたことだった国内はもちろん海外の試合のビデオや専門誌をも通信販売で購入して研究するほどのマニアである。現役チャンピオンの防衛戦や世界タイトル戦などより新人のデビュー戦、国内戦を好んで観戦し、次世代の新たな才能を生み出すことに強い関心を寄せている。ワウワウのボクシング番組。 エキサイトマッチスペシャルにゲスト解説者として出演した、サイ、シモには、その豊富な知識に、解説の上小泉や浜田岳ですら、番組内で舌を巻き感心するほどだった。無名時代から、ボクシングマガジン、ベースボールマガジン社で、香川照之の熱病的思考法を連載していた。一回目では、ガードを固め、テクニックがないのにがむしゃらに前進するイターが、称賛される。 日本のボクシングは遅れていると、当時の日本のプロボクシング界の技術レベルを厳しく、批評している。好きなボクサーは、ウィルフレド・モメス。プエルトリカンボクサーが好みである香川は、1990年代、ウェルター級、スーパーウェルター級、ミドル級の3階級を制覇した、フェリックス・トリニードの活躍を大いに喜び、1ページを割いて絶賛したこともあった。 現人受けする人気のコラムで長期連載となったが最後はネタ探しに苦しみそれも限界のため連載終了を決めたと最終回で述べている2011年公開の実写映画明日のジョーに丹下断平役で出演が決まった際に私生活でボクシングを30年間見守り続けてきたのはこの役のためと語った主演の山下智久には ボクシングの初歩から手ほどきし、他の共演者にもアドバイスしている。2011年2月には、公開に合わせ、ボクシングへの思いを綴った、著書、万世剣当賞、講談社を出版し、また元プロボクサーの西岡俊明とも信仰が深く、2011年10月1日、日本時間10月2日に、ラスベガスで行われた、西岡とラファエル・マルケスとの WBC、 スーパーバンタム級タイトルマッチの中継層エキサイトマッチスペシャルワウワウでは試合解説を務め西岡が7度目のタイトル防衛を決めた際には涙を流して30数年ボクシングを見てきました日本人ボクサーでいつか誰かが今日みたいな日を勝利で飾ってくれる時代が来てほしいってずっととコメントを述べている西岡が引退後に解説を務めるフジテレビ ダイヤモンドグローブスペシャルにもゲスト解説として出演している。さらに、明日のジョーのプロモーションを通じて、井岡一華とも交流を持ち、井岡が出場する試合の中継、TBS にてゲストとして解説をすることもある。香川自身は仕事関連からジムワークの経験がある程度で、ボクシング自体はほぼ未経験である。ボクシングが好きだからこそ、 一線を引きたいと語っている。昆虫についての科学系番組、香川照之の昆虫すごいぜ。E テレにおいて、カマキリの着ぐるみを着て、カマキリ先生と名乗り、昆虫に対する並々ならぬ思いを語っている。俳優生活苦節28年、やっと本当にやりたい仕事ができました。草むらを見るとムラムラする。今日の衣装は、カマキリのメスなので、私のことは、 お母さんと呼びなさいなどの名言を生み、これまでの香川のイメージとは全く異なる番組内容からネット上でも話題となった。その後も2017年より、キンチョールの CM に出演。2018年に国立科学博物館で開催される特別展昆虫では、婚活、マイスター、オフィシャルサポーターに就任。 2018年8月に公式ツイッターを開始、アイコン画像はカマキリ先生の着ぐるみ姿となっている。2018年には昆虫のイラスト入り子供服のインターネット通販や香川と交流するオンラインサロンなどの事業を手掛ける会社アランチオネ、ね、本社東京都港区を設立した。これらの昆虫に対する認知度向上の貢献への感謝の意から、 2018年に新種として報告された、トガマムシカの琥珀化石に、クジベロサテルユキー、クギベレサテルユキーの学名が付けけられている。2000年度、2002年度、2003年度、2004年度、2005年度、2006年度、2007年度、2008年度、2009年度、2010年度、2011年度、2012年度、2013年度、2016年度、2017年度、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。